3時のドリル。時刻は3時を回りました。さあ、ここから番組を聞き始めたリスナーの皆さん、こんにちは。 SBS ラジオ午後ぼらけ、パーソナリティ山田モンドです。さて、ここからは深く知るともっと面白い静岡トピックスを紐解いていく勉強のお時間、3時のドリルのコーナーです。毎日一緒にこの時間学んでいきましょう。今日の先生はこの方、静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。新年一発目ということで、はい、今年もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。市川さんは年末年始はどういうふうに過ごされてましたか？あ、僕は実は12月31日まで仕事で、新聞のいわゆるデスク職をしていて、はい、だから会社入って初めてなんですけど、会社で年を越したっていう、いわゆる0時までもちろん仕事してますから、新聞制作。そうなんですね。はいはい、でもすごく静かな年明けでしたね。ニュースも12月31日はあまり大きなニュースもなくっていう形で、明けてやっぱ元日に今石川県の能登半島地震が発生したっていうのがあって、一気にこう予想が変わったんですけど、僕が12月31日は本当静かな大晦日でした。なるほど、はい、で今日は市川さんにですね、そんな12月31日までお仕事されてて、それは元日の紙面を作ったんですよね。そうです、はい、1月1日付の元日の新聞を制作してましたね、12月31日。今日はそんな元日の新聞にスポットを当ててお話をいただこうということで、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、さあ早速ですが、どこから行きましょうか？そうですね、モンさん、元日、1月1日付の新聞ってどういうイメージがありますか？やっぱりね、広告で、はい、本年もよろしくお願いします、そうですね、はい、っていう広告がたくさん、はい、こう入ってるな、結構一面使ってるね、大企業とかもあるなとか、はい、そのイメージ、そうですね、合ってます？合ってます、あと1年で多分一番分厚い新聞、そう、わかります、っていうの、あの1部2部3部4部で、その芸能を特集したり、スポーツを特集するような新聞があったりして、はいはい、本当に各紙、その正月1月1日付の新聞ってものすごい力を入れて、それこそその前の年の12月やもっと前からやってるところもあると思うんですが、その辺からこういろいろ企画を練って、じゃあどうしようかって言って競い合うと。でだから僕らなんか、いわゆる新聞オタクからすると、はい、元日の各紙の新聞を見比べるとってすごく楽しいんですよ。おお、結構その新聞社によって、はい、もう色が全然出てくるんで、だから昔からの元日の新聞を見るとその時の世相が分かると言われると、今の社会ってどんな社会なんだろうっていうのが、2024年、2023年から2024年になる新聞なんですが、2024年っていうのはどういう時代なんだっていうのが、なんとなくこう各紙を見比べてみると見えてくる、はい、あ、じゃあもしちょっと今ラッシュを聞いてて、元日の新聞があれば、はい、そうなんです出してきてもらうとね、そういいかもしれませんね。本当にそうなんです、で昔からの、1月の元日の新聞っていうのは、スクープ合戦っていうのが特ダネですよね、結構昔から新聞の名物で、はい、みんな記者になるとやっぱり1月1日付の正月の一面を飾る記事を書くっていうのが、ある程度目標とされていて、各紙こう渾身のスクープが1月元日の新聞を踊るっていうのが結構昔から伝統だったんですよ。あ、そうなんです。そうなんです。これって普通の一般のオタクっていうのは新聞何紙も取ってるとこはないと思うんですよね、必ずどこかの新聞を1紙取ってるか、取ってないかっていうことがあるんで、そういうのが多分あまりこう印象に残ってないと思うんですけど、僕らはやっぱ新聞オタクみたいなこう新聞を見比べる立場になると、もう各紙がこうスクープ合戦をやってるっていうのが、元日の恒例。うわ、ここの新聞社これ出してきたかみたいなのも、そうなんです、元日にあるんですね。元日にあるんです。ただこれが数年前、10年ぐらい前ですかね、ちょっと様相が変わってきて、最近スクープをもちろん今もやってるところっていうのは多いんですけど、はい、最近って意外とそのなんていうか企画に力を入れている企画社もあって、いわゆる連載ですよね。だからここのいわゆる世相を表すような連載みたいなものを一面のトップにドーンと据えるようなところもあるんですよね。で僕今回元日の、自分がこう見れる範囲の新聞で、旧社の新聞を見比べ、旧社の新聞を見比べてきたんですけど、これ全国の地方紙なんかも含めてですけどね、その一面トップでいわゆるニューススクープを持ってきたのが6社で、いわゆる企画ものが3社っていうような状況で、まだ結構そのスクープが多いかなっていうような印象でしたね。ちょっと面白いですね、それに比べると。ちなみに静岡新聞の一面のトップはスクープ
だったんですよ、今年の元日の一面のところは。うわ、なんだった？これあの常葉大の浜松キャンパスが、そうなんです、今宮古田っていうちょっと浜松市の北部の方にあるキャンパスを駅南に作って、駅南に作ろうかってことを検討してますよっていうスクープが一面の頭にドーンと。見ました、見ました、はい、はいはいはい、これがいわゆる石田新聞の渾身のスクープ。そうか、はい、そうか、はい、他にじゃあどんなスクープがあったかっていうと、はいはい、朝日新聞はまあずっとあの力を入れているいわゆるパーティー権問題、うん、で安倍派がまあ中抜きの裏金が8000万円あったかっていうのを一面頭に、はいはいはい、得意のこのパーティー権問題を扱っていまして、で読売新聞もスクープを着ていて、あの臓器移植っていうのがまあずっと続いているんですけど、はい、臓器移植 の, その担い手 の, その体制が病院の体制が整っていなくて、まあ、東大京大東北大っていうまあ主要の移植を行っているところが、臓器があるにもかかわらず移植を見送っているのが60件以上あったよっていうのがでかく一面で扱っていたり、それ読売の元日の一面なんです。で信濃毎日新聞っていう長野県を本拠にする県紙があるんですけれども、はい、信濃毎日新聞でいうとこれが結構面白い一面の頭だったんですけど、今熊の被害って結構多発してるじゃないですか、はいはい、去年すごい言われましたね、すごかったですよね。その熊に関して軽井沢のところの県が研究をやっていて、熊にこう学習の宝珠って言ってこう怖さ、人間の怖さをクマに教えると、母グマから子グマにその怖さが遺伝して人間を襲わなくなるっていう研究があるよっていうのを一面の頭でドーンとやってるんですよ。めちゃくちゃ面白いですね。そうなんですよ。あ、これだから今そのクマに対しても、そのなんか人間に被害があるとクマを殺せみたいな話があって、じゃあクマを殺すなっていう逆に意見があったりして、そこでこう結構人間がぶつかり合ってるんですね、はいはい、主張が、どっちなんだっていう、まあ、そういう中で一つのこうそういうことにこう何か投げかけるような記事だったんですけど、そういうのがあったり、あと北海道新聞だと、まあ、JR 北海道が豪華列車を運行しますよみたいなのが一面でドーンとあったり、あ、やっぱローカル紙は色出ますね、その土地の。はい、そうなんです。熊本に熊本日日新聞ってあるんですが、ここはあのその熊本空港の空港鉄道っていういわゆる空港に向かう鉄道があるんですが、そこに中間駅を作ることを検討しているみたいなニュース、こういうのがまあスクープとしてこう踊っていたんですよね。だこういうのが見るのが結構楽しみ。いや楽しい、はいはい、それはだって大事だっていう、そうなんです、ことで挙げてるわけですもんね。挙げてるわけです。それで、はいはい、あの今言ったいわゆる最近企画に力を入れてる社が多いよっていう話をしたと思うんですけど、この企画も結構面白い企画がいろいろ始まっていて、で朝日新聞が始めた企画っていうのが、はい、朝日新聞八掛け社会、八掛け社会、はい、縮小の先にっていう連載を元日にスタートさせたんですよね、うん、はい、これって八掛けって何かって言いますと、うん、なんか日本の高齢化率っていうのが、まあ、2040年に、まあ、35% に迫ってくると、うん、はい、そうすると今の2割近くである、うん、あの1200万人の現役世代、いわゆる働き手がいなくなるよっていう計算になるんですって、はい、2040年、それがいわゆる八掛け、だから今の労働人口が80% ぐらいの人になってしまうと。なるほど。そうすると働き手がいなくなると、我々が今維持されている生活とか社会っていうのがもう維持できなくなってしまいますよ、ということをに警鐘を鳴らすような企画を始めていて、うんうん、じゃあいろんな専門家に聞いたりとか、そうですね、じゃあ実際にじゃあ介護現場ではどうなっているのか、じゃあそういう工場とかそういった現場ではどうなっているのか、うん、あれ、まあ、その今ものすごいこう人がで不足とされているその建築現場みたいなところどうなっているのかみたいなものをこうルポで扱っていて、もう社会が縮んでいるんだけど、でもそれってもうどうしようもない、はっきり人口減少問題ってずっと言われてますけど、なかなか解決の鍵っていうのはないんで、だとしたらこれを受け入れるべきではないかみたいな主張もほんのり見えるような企画があったり、減ったところで我々どうやって生きていくかっていう、そうですね、なんかそれもちょっと正月から考えさせられるじゃないですか。で毎日新聞は遮音ってミュート、はい、ミュート社会っていう連載を始めたんですよね。ほう、これもなかなか面白い記事で、去年結構印象に残った事件があって、あの詩人逮捕系 YouTuber って言いましたよね。いましたね。いわゆるこう痴漢とか、そう、勝手に捕まえて、うん、それをまあ YouTube で流して、そうそうそう、いわゆるこう、まあ、それが正義だっていうことを主張している、彼らは警察が何もしてくれないんで、うん、僕らがやるしかないんだっていうのを主張して、うん、ダフ屋捕まえたりとかしてましたね。あれに対してあれに心酔した人たちっていうのがやっぱりいっぱいいるわけですよ、うん、その YouTube の登録者数っていうのも結構伸びてましたし、放送系の、うん、
視聴回数なんかも多いですから、うん、でその彼ら詩人逮捕系 YouTuber にこう惹かれていった人たちの声を伝えるようなルポをやってたんですよね、元日の新聞で。なぜその彼らがね惹かれていったのかみたいな心情であるとか、その人たちがどういう生活を送っていたのか、その惹かれていた人たちですね、うん、というような話をして、でこれミュート、これが何がミュート社会なのっていう話なんですけど、うん、でその毎日新聞は最後、その連載の最後に、私たちは尊重すべき他者の声に耳を塞いでいないかっていうのことを問いかけるんですよ。なるほど。まあ、白か黒かではっきり割り切れるほど単純ではない社会の中で、うん、いわゆる遮音ミュートが誤解やそういう分断を生んで息苦しさが広がってるんじゃないか、うん、つまりなんか詩人逮捕系 YouTuber みたいなものの事件が見て、うん、彼らが逮捕されたりすると、まあなんかけしからんなとか、うん、そういった僕ら感情を加えて、でその人たちに心酔している人たちなんていうのは、うん、なんてバカなんだろうって、うん、なんでそんな人たちに心酔するのって思ったりすると思うんですが、そういったことではなくて、いや彼らの声に僕ら耳を傾けるべきなんじゃないのっていう、そこからこう社会のこう何か連携とか絆みたいなのが生まれてくるんじゃないかっていうようなことを提示しているような連載なんですよね。市川さん、今他紙をめちゃくちゃ面白そうに語ってそうそう、もう読みたくなってる。僕ら新聞オタクはね本当に関係ないんで、もうでもそうやって思うと、はいはい、その連載またちょっとこう新聞のスクープとかは違うじゃないですか、はい、連載コーナーってなって、はいはいはい、一読み物としてすごく面白そうですね。そうなんですよ、そうなんですよ。やっぱり2024年ってこの今って本当どういう社会なのかっていうのを考えさせるというか、今さっき北海道新聞とか山梨日日新聞とかって話してたんですが、この2つは実は同じような連載を始めていて、この2つが始めたのは気候変動問題なんですよ。で北海道新聞なんかは、そのあそこってこう海産物が有名じゃないですか、でも昆布が取れなくなっちゃってるんですよ、うん、今でこの今日本の中の昆布だしがなくなる日っていう連載なんですよ。面白い。昆布がもう食べられなくなっちゃうと、このまま気候変動が続いたら、っていうような連載をしていて、あそうなのかと。これもこのコーナーでも北海道にもブリがどんどん北上してって話もね、このコーナーも取り上げましたけど、そういう気候変動を間近に感じてる土地だからこそ、そうです、ね、そうです。だから気候変動って、まあ、もう何年も前から結構言われていて、今毎年夏になるとその水害とかが起きてるじゃないですか、だからああいうのって、まあ、僕らも薄々は感じているんだけど、やっぱり全国的にもう気候変動ってものにしっかり向き合わなければいけない、うん、山梨日日新聞はじゃあ気候変動が起きている中で、じゃあ私たちにできることは何なんだろうっていう地元の取り組みなんかを連その紹介する連載をやったりしていたり、やっぱり各種こう、じゃあこの社会、2024年どうやって生きていけばいいんだと、うん、僕たちはっていうような、こう何か投げかけられるような連載や企画がこう盛りだくさんで、本当になかなか興味深いのが正月紙面なんですよね。うわー、はい、そういった部分で、はい、正月紙面を見比べると、読み比べると面白い発見があって、はい、なかなか読み比べる機会がないですけどもまあちょっとそうですね、図書館とか行っていただいたり、あとはそういう感覚で、はい、まあ、当然市川さんからしたら、ね、静岡新聞を購読してもらいたいというのはあるかもしれませんけども、はいはい、そういう、こう面白さ、読み物として面白さで新聞を選ぶっていうのは一つありですよね。そうですね、ぜひ僕はよく言う、まあ、僕は静岡新聞を読んでもらいたいっていう立場ですけど、いろんな新聞を読み比べてほしいなって思うんですよ、やっぱり主張もその書いてることも内容もやっぱり各紙全然違うんで、はい、これっていうのはこういう新聞という、まあ、文化が今痩せ細っていって、まあ、新聞購読者ってものすごい減ってますけど、はい、でも新聞ってまだいろいろ残ってる、でそういう残ってる新聞をこう読み比べてみるっていう楽しみもちょっと今回最初なんで紹介したいなと思って、他紙を中心にちょっと紹介させていただきました他紙も読みたくなりましたけども、はいはい、ぜひ静岡新聞読んでみてください、はい、そんな市川さんたちが作ってますからね、はい、というわけで今日も勉強になりました。じゃあ市川さん、本当に今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今日の先生は静岡新聞ニュースセンター市川雄一さんでした。さあ、今回のこの内容、ニュースアプリあなたの静岡新聞キコット、または Spotify をはじめとした各配信サービスのポッドキャストで聞き直すことができますので、ぜひ皆さん改めてチェックしてみてください。今日の勉強はこれでおしまい。